いや今日は僕めちゃくちゃ面白い企画考えてきました。皆さんホストの財布って見たことあります？だからちょっと気になりませんかね。売れてるホストのお財布の中身ってどうなるか、まあ皆さんね気になると思うんで、今日は今メンバーが撮影前で待機してるんで、アポなしで抜き打ちでメンバーのお財布の中身チェックしたいと思います。よいしょ。それでは財布抜き打ちチェックまで3、2、1。よいしょ。はいはいはい、そのつながり、はいはい、何すいません、どうした、邪魔するよ、雑やな、あれもちょっといいっすか、財布出せ一回、いやちょっと動画で動画回ってるんで、ちょっと抜き打ちに行ってみよう。ホテル代しかないで、俺ホテル代しか、そうっすよ。じゃあだいぶプライバシーやね。これっすか、入ってないぞ、これこれっすか、ないぞ、それ入ってないじゃん。似合わんな、ほんとお前それジジイみたいになるな、お前が。えでも、まあ、いいっすか、なんやねん、お前似合わんな、それほんと3、4、5万だけっすか、まあまあまあ、ということで、チョリゾーさんは財布の中身5万円しか入ってませんでした。いや、それ小銭入りやからな、これ最後、1万もついてきた。えあ、いいですか、あ、すいません、なんかもらいとかやね人の金なんやもんな、どんなんてお前ちぎれるからやめろ、これ、こ、あ、そうっすね、はい、恥ずかしいよ。ええ、は、これはホテル代にしかならないの、ホテル、どこのホテル、海外のホテルに戻してるじゃないか、これだからやめとこうって言ってやん、この空気になるから、ホテルそうっすね86万、87で5万で、92万、92万、お使い歩いてるおかしいやろ、8万どこで使った、ホテルでいやどこのほうって言うんだよ、だからホテル行きたいから僕に連絡ください。え別にこれホテル代なんですよ。じゃあ次プレゼント企画でこれやります。給料から引いとくわ、ピシャー、何の企画やねん。あすいません、失礼します。すごいね、いいですか、話すの今日なんかね、今日払ったの YSL、なんすかこれ、F3 のなんていうの、あ、そうなんですね、僕全然そういうの知らないんです、いいですか、調べてます、失礼します。あ、遊戯王カードあった、何これマシュマロ、マシュマロ入れんな、でもちょっと強いやんけ、いや、これ入れたらお金貯まるかなちょっといいですか、マシュマロも入ってるってことは、まあ相当入って3、あー、ホテル代言ってるやん、だってえ、3万あったらまあいいとこ行けるから、何も言えねえわなんかカメラ回されたら変に意識してまうから、え、本当にこれで、え、ホテル今日も行くよ、もちろんそんなに3万行くね、家で来てるから毎日入れすぎたら、あーなるほど、今日でもはしご多分するから、ちょっと頼むかな、これちょっと貸してください、ちょっとだけ、あ、そんだけあるんで貸すよ、あざす嬉しい、まあちょっとホテル野郎はほっといてや、次コメン小袋主任の財布を、まあ多分めちゃくちゃあると思うんで、ほんまに、だなんで言っていいじゃないですか、次、いや、あのこれ最後ユッティは始めたばっかやから、ね、そうそう、あっても、これはちょっと見てもいいですか、どんな趣味やねん、小袋めちゃくちゃ可愛い、旅行がてら買ったやつだから旅行がてらお土産なのこれ、そう、お土産ね、いいですか、いただいて、いや、カードだらけだからな、カード、変なカード入ってない、いや、入ってないよもう中身おばあちゃん、柄がおばあちゃんやん、あの、あずきとか入ってたやん、お手玉のな、あ、千、あー、まあ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 、確かに、まあ、小銭やな、小銭、まあ、チョリさん、小銭待って、比べる時点でおかしいからあれと比べるのちゃうからな、え、でも、まあ、あれよあ、ここら辺は絶対自信はあるわ、持ってる自信は、おいなりよりあるかもしれへんけどな、あー、ゆでだって米今めっちゃガーンって来てるから、確かに、そうっすね、結構持ってた、え、いいですか、うおぉ、すげぇ、あ、結構あるやん、なんかあるっすね、え、あ、ちゃんと充電を入れるんですね、おぉ、きっちりしとんな、お前20持ってきてるんですけど、あの、さっきね、使ったから、あ、何使ったんですか、いや、それは言えない、数えますね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、いや、10で束でやっただろなかったらどうしよう、いや、はい、いきます、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18万、2万使ったからね、じゃあだからその2万何使ったんですか、はい、続いてまして、はい、ユッティです、はい、で、ユッティさん見せてもらってみよう、この後に、この後にユッティは期待できるかもしれない、ほんまに、いや、なあ、昇格もしてるし、いや、したけど、ちょっとほんま汚いっすよ、なんか、ね、そんないいものでもないし、汚いっすよ、マジで、え、いや、見せたくないもん、この上の人らの前で見せたくないいいですか、あ、そうそうパパになってるよ、いや、
なんでお札だけこんなケチ入ってるの。平和いってるおっさんみたいな。これ千円札やん。いや、まあまあね。なんで、え、もうちょっともらってんじゃないの。いや、でも言っていいんですかね。以上ほとんど今、地元が離れてる、送ってるんで渋谷。渋谷、渋谷から、ほんまにかっこいいけど、ただな、空港券無駄に多いの。いやいや、もうやっぱ節約大事じゃん。いくらホストって言ってもやめてこれ。やめて。いや、行くなお前。ライブハウス行く。やばいっすよ、チュリさん。ポプラのなんかクーポン券見つけました。いや、期限切れてるやん。じゃないな、これちゃんと整理した方がいいって。そうっすね。ほんとクソみたいな企画なの。ちょっと待って、誰得。ドラゴンボールのカード買いです。好きなんよ、ドラゴンボール。そんなん持ってたん。はい、ということで、ホストの財布抜き打ちチェック終わった。ホイホイ、よいしょ。ほんま高いな。もううるさいわ。だいぶホテルイェイ。めっちゃ高いわこれ。先輩や、一応僕よりも。逆になんかやっぱ先輩やったら僕よりはね、ホストやってるから。ホストお金持ってると思うんで見せましょう。いくら持ってるんですか。たぶんだけにピシャピシャ。今日も動画見てくれてありがとう。次の動画も見てくれよな。僕の財布の中身も気になるって。気になる子はお店まで直接見に来てね。あ、18歳未満はダメだぞ。来てくれる子はタコホイの財布を潤わせてくれ。タコだけにピシャピシャ。